ので、ぜひこのおうちの取り組み動画の方もご覧いただきたいと思います。変わらんやん、店。なあ。そして、大相撲中継では公式ツイッターを開設しています。アカウント名はアルファベットの小文字で NHKSUMO です。相撲関連のさまざまな情報をお伝えしていますが、今日は、秀ノ山親方の写真を掲載していますが、中入りでお伝えしているさまざまな企画のこぼれ話などもこのツイッターに載せていますので、そちらもご覧いただければと思います。土俵が剣翔と玉鷲です。この両者は初めての対戦です。一門の玉鷲ですが、今場所小宮山さん、はい、10枚目という番付まで番付が下がってしまいました。そうですね、まだまだ体も見ても通り、若々しいですしね、はい、力も落ちてないですし、まだもう1回や2回は上位に上がってくると思いますけどね。今場所はあの3連勝で始まって佐渡ヶ嶽の2人に敗れたわけですが、36歳、内容自体はどうなんでしょう。悪くないと思うんですけどね、まあ、負けた2番はちょっとこう残されたりしましたけれども、はい、まだまだこの持つ力は落ちないと思いますよ、はい。あーびっくりした。急にどうやらなったと思うな。左刺されたところを反応しての小手投げ。今日が剣翔との対戦で初めての対戦です。中に入ってくる剣翔ですが、玉鷲はそれを振りほどけるかという、この両者の今度はさあ、寝とるとこ取らんといてくれやん。これだしこれちょっと昨日は中に入られて剣翔、先輩秀ノ海を決め出しで破っています。行司は木村久之助です。張って中に入ろうという剣翔ですが、玉鷲振りほどきました。今度は左から玉鷲すくう、右肩を取った、呼び込んだ、残しました玉鷲、上手投げ、玉鷲が勝ちました。左から落ちて左から出血、剣翔36歳、いやー左に増えています、振り抜いています。激しい相撲でした。玉鷲ただいまのお決まり手は上手投げで玉鷲の勝ち。5勝目玉鷲、剣翔はこれで2勝5敗で、すごい顔で今花道を引き上げていきますが、諦めない2人の相撲でした。そうでしたね、傷ではあるんだけど、この土俵ですると痛いんですよね。あ、そうですか。なかなか治らないですね。まずここ玉鷲が振りほどきました。はい、あの突き放し、ここを左刺されてですね、はい、まあ、寄られるんですけれども、ここよく我慢しましたね。これが良くなかったんですね、本来ね。右から突き落としに行ったのが良くなかったんですが、ここよく残りましたね。危なかったですよ。そうですね。そして最後、